こちらですね、今上海市、仁安区西安寺のところですね、久光百貨店ですね。これ総合のグループなんですかね、日本の日系の百貨店、ショッピングモールシリーズということで見てみたいと思います。ここですね、郊外にもなんか新しい店あるんですけども、モールみたいな、そこは前撮影したんですけど、今日はですね、昔からあるこの久光百貨店見てみたいと思います。まずここ地下ですね。地下はですね、日本でいうデパ地下みたいな感じですね。食べるものが売ってます。ここですね、なんかケーキ屋さんですね。このケーキとか23センチのやつで650円、1万3000円ぐらいですね。結構しますね。ケーキじゃやっぱり手間かかるんでしょうね、作るのだから高いです。こっちはですね、パン屋さんですね。パン屋さんでもケーキ売ってます。こっちもケーキ屋さんですね。これケーキの激戦区ですね。こっちもケーキ屋さんや。これもケーキ屋さん、激戦区だよ。こっちも、ここもケーキ屋さん。どんだけケーキ屋があるんだっていうぐらい。チョコレートも売ってますけど、ケーキ屋さんですね。これ118元、2400、500円ぐらいのケーキ売ってます。この辺全部ケーキですね。こっちもスイーツの、飲み物の店か。こっちここはですね、なんか惣菜屋さんですね。これ結構美味しいんですね。高島屋にもあって、私よく食べてたんですけど、最近食べてないですけども、こういうサラダとかですね、なんかハンバーグ、アボカドたっぷりサラダ、これ美味しいですね。 100g25元、 100g500円。あとコロッケとかですね、これ弁当とか、たまにこれ弁当買ってましたね。このすき焼き弁当みたいなやつ58元、1200円ぐらいですね。こっちはですね、山崎パンですね。これも、よく食べてますね。なんかでも日本の山崎パンってコンビニとかで売ってるイメージですけども、上海では結構ですね、ちょっとこういう独立したお店で、ちょっと値段高いですね。コンビニでは売ってないですね。美味しいです。中山公園にもありますね。あとこっちは串のお店ですね。これはもう中国のあれですね。こっちがあと天ぷら屋さん、なかなか美味しそうですね、天ぷら。さすが日本の百貨店、久光だけあって天ぷら屋さんですね。こっちは香港料理の店ですね。ヤムチャとかの店ですかね。もうちょっと見てみましょう。まだ向こう側も飲食街ありますので見てみたいと思います。ここ昔ココイチだったんですけども、今もう中華料理の店に、変わってしまいました。中華料理じゃないわ、サイゴンとかであれベトナム料理ですね。ベトナム料理に変わってます。こっちもなんかスイーツ系の店ですかね。これなんか作ってますね。これも中華料理の店です。鍋料理ですね。ここも中華の店。中華料理置いて当たり前ですよね、中国なんで。これなんかマカオのなんか料理ですね。マカオのなんかかき氷の店かな、ちゃうわ、スイーツか。マカオのこういうなんかパンケーキみたいなやつですね。でここは、これはなんか日本の、中山公園のところにもあるんですけど、ハンバーグこうカウンターで焼く、すごい美味しい店ですね、ハンバーグの店で。こっちは、たこ焼き屋さんですね。たこ焼きは結構高いです。日本より高いんじゃないかって思いますね。あとここガッテン寿司あったような気がするんですけど、今なんかマグロの店に変わってます。マグロ屋さんです。あとここは、これは日本の居酒屋ですね。鳥の店ですね。こんな感じで、あとあっちがハーゲンダッツと、これまたカフェ、それと、まだケーキ屋さんですね。こことにかくケーキすごいな、高いからもう、手間かかるけど単価高いんですもんね。ケーキご飯と変わらん、ご飯より高い値段しますもんね。ということで、ここは食べるとこですね。あとこっちはですね、スーパーの方にありますね。これちょっとあんまり撮影したら怒られそうなんですけども、こっちはですね、なんかお土産ギフト系神戸風月堂、
本高砂小屋っていうんですかね、これ。なんかケーキ屋さんな、ちょっと知らないんですけどね。あんまりこういうお菓子、基本的に私お菓子とかあんまり好きじゃないんで食べないんですけど、これ和菓子は好きですね。これ和菓子ですね。これは中国で作ってるんですよね。日本から輸入してんのかな、ちょっと分かんないですけど、この辺全部そうです。ギフト系のお店があります。いやー、なんかこの辺お菓子ですね。こっちはですね、なんか特産市みたいなのやってますね。ヤクルト、日本の会社ですね、これ。ヤクルト、まあ売れてますもんね。なんか特産市みたいな。一蘭ラーメン、これ78元。3つぐらい入ってるんですかね。1500円、結構高いですね。まあでも店で食べるより安いか。あとこっちはですね、あの納豆ですね、これ日本の納豆とか売ってますね。これ多分冷凍で輸入してるんですね。みつかん、卵、醤油だれとか書いてるんで、この辺全部冷凍食品です。アイスクリームとか、まあこの辺全部日本のアイスクリームですね。あのこれはまあまあ冷凍なんで輸入しやすいでしょうね。チルドのものは輸入しにくいですけどね。あとは肉屋さん、結構肉高いですね、売ってます。あとはこれちょっとね、私あんまりカメラ向けてできないのはちょっと店員さんがこっち見てるんで、なんか偵察やと思われた。これヤクルト、これ13元な、まあ約13元、260円。でもちょっとでかいんですよね、日本より。中国のヤクルトでかいです。これポカリスエットですね。まあまあ日本のもの割とやっぱ置いてますね。あとは寿司、これ50元1000円。まあガッテン寿司で食べるとかより安いかもしれないですね。ここで買ってどっかその辺の公園でですね食べたら。あんまり、これ野菜売り場、まあここのものは野菜特に高いですね。市場で買うのよりも全然高いと思います。このちょっと値段わかんないですけどね、高いと思います。いやもうちょっと撮影したいんですけど、ちょっと怒られそうなんでやめときます。別に私あの商売がたきでやってるわけじゃ、これ9階まであるんですよ。上がフィットネスジムですね。8階はレストラン、7階が厨房器具とかの売り場、6階子供服、5階紳士服、4階3階2階が女性の服、1階があれですね、高級品と、化粧品ですね。大体どこでもそんな感じで、ここ1階に出てきましたね。ここがメインのエントランスのはずですね。ちょっと今日雨降ってる、2024年6月の末の土曜日の夜の9時、いや7時ですね、19時なので、なのでちょっと雨降ってるんですけど、ここですね、3日だったと。あの外からちょっと雨降ってるんで、あんまり外歩きたくないんですけども、見てみます。こっちですね、ジアンスというお寺があります。でこっちがこういう風に入り口になってますね。まあここから行きましょうか、1階から。1階はまあ普通の百貨店ですね。あの化粧品売り場です。まあ、有名ブランドがたくさんありますね。こんな感じであります。ちょっと怒られそうなんで、あんまりちょっと映しにくいんですけどね。上の方行ったらあんまりあれですけど、でもここね結構広いですね。もう多分ほとんどのブランドがあるんじゃないですかね。あの奥行きも結構広いです。
ちょっと上の方行ってみましょう。あんまり化粧品のとこ、この男の私がですね、歩いてると、なんか調査に来てるのかと思われる。まあ、調査じゃないですね、これ。映像、芸術的な映像を私、撮影に来てるんですけど、調査じゃないんですね。映像クリエイターなんで、調査っていうとなんか調べてるみたいに思われるんで、ね、まあ調査ってそのままですよね、調べてること。まあやっぱりこの1階と2階3階ぐらいまではやっぱこの女の人の向けのものが多いです。やっぱ女の人の方がファッションとかにお金使いますからね。ここはあの宝飾品の店ですよ、ね。まあ男の人はあんまりそう見た目にお金使わないですもんね。いろんな店があります。帽子の店ですか。ここも女の人の服と、あとネイイって書いてるから下着のコーナーですね。ちょっと下着のとこ、私こうカメラ持って映してるとやばいやつと思われるんで、まあやばいやつなんですけども、変な人なんですけど、ちょっとここはやめときます。まあこの辺下着ないから大丈夫ですけどね。ここはヤングファッション&アクセサリー、まあ、ここもでも女の人向けのが多いんですかね。どっちかいうと確かにヤングですね、この服とか。あと鬼塚タイガーの店ありますね。アシックスでしたっけ、鬼塚タイガー。今中国で結構売れてますよね。まあでも百貨店ってこんなもんだと思います。今ショッピングモールがあったりですね、百貨店ってショッピングモールであった後、この動画とは別に私撮影してるんですけど、散歩動画の中に入ってるんですけども、あのリノベーションした場所があるんですよね、おしゃれに。ああいうところに人集まってますね。だから昔ながらのこうちょっとまたモール小売店舗の形態とはちょっと違ってきてるんですよね。まあでも日本は百貨店なんか外国人のおかげですごいなんか良さそうですよね。なんか一時百貨店って言うたらなんかもうダメなじゃないかみたいに感じしましたけど、インバウンドでなんかすごそうですよね。ここもファッション、これは男の人向けのとこですかね。男性向けですね。ここだと私も歩いててもなんか変な感じはないですね。まあ、いろんなスーツとか売ってますね。私スーツが着たことないですけど、そういうあれはないんで、まあ売ってますね。いつもこのユニクロの T シャツとズボンなんで、なんかオフィスビルみたいなとこ一回なんかちょっと段ボール箱持って入る用事があって行ったら警備員に思いっきり怒られましたね。裏から入れみたいに言われて、いやいや私お客さんとしてここに来て、知り合い友達のところですよ、それで持ってきてって頼まれたから持って行っただけなんですけど、なんかあのデリバリーの配達員と思われたんですよね。で裏から入れって言われて、
まあ、汚い服着てるから、あの本当に配達員のバイトと思われたんでしょうね。まあ、それは仕方ないです。そういう時やっぱり綺麗なスーツ着てたら、段ボール箱持ってたとしても多分、あ、どこ行くんですかみたいに聞かれたと思うんですよね。いきなり裏から行けって怒鳴られることはなかったと思うんですけど、まあ、人は見かけに判断されるっていうのは仕方ないですね。それはここなんか高そうなお皿とか売ってますね。このポットこれ1,050元2万円、このティーカップ850元1万7000円、これ高いわ。こういうなんか中国人、日本のやつみんな買ってますからね。すごいな、さすが百貨店。この辺はでもまあ落ち着いてますね。そりゃそうですよね。ここはそんな混み合うような場所じゃないですよね。ベッドとか売ってます。イタリアの輸入品、輸入ベッド、すごいな、このタオルの数も。上がですね、飲食店ですね。ちょっと飲食店どんな感じあるか見てみましょう。ここは火鍋屋さん、中国のまあ鍋料理ですね、しゃぶしゃぶみたいな。こっちは雲南料理ですか、中華料理ですね。まあ当たり前ですね、中国にあるあれ百貨店で中華料理が多いです。ここはでもですね、これ牛肉人ってあれビーフマンっていう系列、あ、やっぱりビーフマンですね。なんか肉料理の店ですね。これ結構美味しいですね。広州にもありますね、上海にもあるし。肉料理のまあこういうしゃぶしゃぶもあるし、串焼きもあるし、ユッケもあるんですね。ハンバーグとかですね、まあ、広州にもありますね。私たまにここも弁当とかあの配達しますし、店にも食べに行ったことありますね。ここも中華料理でちょっと高級っぽいな。まあ百貨店の中だけあって、ちょっとぐるっと見ていきましょう。これは、広東料理、ニハオ、ニハオ、シマ、広東料理の店、向こう行き止まりに行けないみたいですね。なんか変な人と思われるか、思われたかな、これカメラ持ってるから。あと一人でブツブツ言ってるんで。ちょっとこの上なんかジムあるみたいなんで見ていきましょうか。まあ下またもう一回、上なんかカニ料理の岡田屋って書いてますね。高そうですね、でもこのカニ料理。岡田屋さん、日本のカニ料理ですね、上海ガニじゃなくて。なんかあそこ値段書いてるな、なんぼや、798元とか、ああ15,000円とか。ここマンスリーペイ、先に使って後で払う、あの1ヶ月ごとに払う、なんかフィットネスジムですね。でもここに来ようと思ったら、この辺に住んでないとあれですかね、わざわざ電車乗ってここに来る意味ないし、それかまあこの近くオフィスとか多いから働いてる人ですかね。これあそこに行けそう、あるわ、まあ、カニ道楽的なあれですね、あの店ですね。このジム高そうですね、でも場所が場所やから。まあでもこの辺のホワイトカラーの人たちはですね、まあ高級取りですか、1ヶ月2万元以上給料あるでしょうね、余裕で。40万円、もっとあるでしょうね、3万元、60万円とか。まあこういうところで仕事終わった後運動するのは理解はできます。私みたいに年収11万円でこう生きてるとですね、ああいうジムには
いけないですね。多分あのジム800元ぐらいしそうですね。1ヶ月800元というと1万6000円ぐらい。レストランですね。まあこんな感じで、これでもう終わりか。こんな感じですね。あとあのこのジンヤスー、このすぐ近くにですね、あのイケアのちっちゃい店があったんですけども、今もうなくなりましたね。時々私ご飯食べに行ってたんですけどね。でもあれか、向こうから降りないといけないですね。まあこんな感じで、久々に百貨店です。まあ皆さん、土曜日の夜なんでね、こんな感じだと思います。まあ、あの今だいたい中国元ですね、1元が21円ぐらい、まあまあ20円ぐらいと考えて20倍すればだいたい日本円になります。今円安ですからね、日本円に直すとなんかすごい高く感じるんですけど、まあ仕方ないですよね。まあ昔からドル持ってる人はすごい増えたって感じるでしょうね。まあそんな感じで、どんどん下に降りていきましょう。特に買うものはないんで、私もここで買うような身分ではないんで、いつもですね、あの中国で買い物するときはアリババのタオバオとかですね、ああいうので買いますね。なんか日本でも最近あのテムっていうアプリの広告よく出てくると思うんですけども、中国の安い、あれはですね、あのピンドゥドゥという会社がやってて、中国のまあ安いものをですね、海外まで家まで発送してくれるとめちゃめちゃ安いですね。私もあれ、テムはこっちでは使えないんですけど、代わりにピンドゥドゥっていうのがあって、ピンドゥドゥで1回なんかあの1元で腕時計売ってたんですよね。20円で、送料込みで20円ですよ。で届いたら、まあ一応なんかあのメカニカルの電池の入った時計届きましたね。まあ普通ですね。まあそれは良くないですけども、別に時間見るだけだったら普通に時計として使える、それなりのデザインで、でも20円で家まで届けて、どうやって儲けてるんかなって思いますね。送料込みで20円ですからね。まあそんな感じのあのネット通販がいっぱい、中国には激安のあるんですけど、そういうのであの物買ってますね。この私今撮影している DJI のカメラもネットで買いました。まあさすがにこの DJI のカメラとか iPhone はネットで買ったからって激安ではないですけども、まあ店でこう並んで買うのもしんどいんで、まああれ、またここの食品売り場に出てきましたね。あのネットで買います。例えばですね、このカメラを入れるこういうカバーがあるんですけど、これ一回私なくしたんですけども、これもネットで買いましたね。こういうのめっちゃ安いですね。10元とか200円ぐらいで買えるんで。でまあ正規の部品もあれば、あの何でしょうね、あの勝手にどっかの会社が作ったあの、まあ、偽物じゃないですけど正規じゃないものもあるんで、そういうのを買うとですね、すごい安いですね。まあでここが食べ物の売り場ですね。さっき言った、まあこんな感じでやってます。まあさすがにこの時間一番人いますよね。まあでも上のレストランはそんないなかったですね。こっちの安いところが多いですけど。ということでですね、あの久光百貨店の動画でした。ありがとうございました。ここも東京ミルクチーズ工場ですね。やっぱスイーツの店が多いです。ということでここから地下鉄に乗ります。ありがとうございました。